具体的ににどの辺がずれ,ずれて活動休止うんとまあもともとコロナの前までは結構ライブとかそれ以外の制作の場でも4人で顔を合わせること多かったんですけどコロナがあってから結構その機会が減っちゃってでまあ一応それでも制作はしてたんですねクルーの楽曲の制作してたんですけどなんかまあ4人のマインドが別々なのかどうなのか分かんないんですけど。 なんかちょっと進まないなってなっちゃって、うん、まあ年年に切りつけてってっ感じです今個人個人が個人個人とりあえずその自分の進む方向に進んでってでみんなでまあ様子を見合ってどんかタイミングだなと思ったところでまた集まればいい感じ。